釣り提灯も一段と華やかに、九代目沢村宗十郎、二代目沢村藤十郎の襲名披露興行が行われている歌舞伎座からの中継でございます。お染久松を題材とする浄瑠璃や歌舞伎の脚本はたくさんありますが、その中で最も有名で上演回数も多いのがこの野崎村本名代新版歌左衛門で、この公演では清志郎改め二代目沢村藤十郎がおみつを演じております。大阪の油屋に奉公に出ていた久松は集金した金を盗まれて親代わりの旧作の家に返されてきました。奉公先の油屋の娘お染と良い仲だという噂も聞いていた旧作は、この機会にとかねてからの言い名付け娘おみつとの祝言を急ぐのでした。
そんならお先へ参ります。まあ、本日私としたことがこれを私申すの忘れましたわいな。明日がまた今日は一段とお美しいこと。これを花に例えたなれば、立てば芍薬、座れば牡丹、歩む姿は百合の花。よよ、中村や。おしゃべりが私にとった見えたはず。ちょっと合わせて。
なり形常々聞いた油屋のさてさもさで取り残したか実もする太鼓方も使えてきた。ああ、代々の数は争われんもんじゃな。さようなれば私がそろそろ揉んであげましょうか。そばつたたりでない。いや、こう言っては子に従いじゃ。あ、ここに肩身恨みのないよ。おみちゃん、さて教えてくれんかい。やい、あやい、そんな赤毛の子むよ。何がな、思て当たりまだこかどのとちょっぽりさし
並みやってくれ。はいはい、きつい使えておりまする。ああ、そうであろう。ああ、そうであろう、そうであろう。なあ、ついでに、七五をやってたぼ。はいはい。やった答えるぞ、答えるぞ。さあ、そっとさん。代わりに喧嘩の料理差し寄るかい。ええ、ぶっぱりとも確かめ。
確かめ。
Oh,
時は私も一緒に。お染め様、貴様だがいにてにてをどう御家臣、相良城代夫様という下校者の息子の、いささかのことで家が潰れてから、我が身の馬は俺の妹、その縁で遠野都市まで育て上げた、この旧作は後の親。草深い在所におこうよりは、知恵づけのため、大坂へ出ちごうこと。これほどまでに成人して、商いの道を見かけまで人並みになったのは、これは皆、親方の大恩じゃてな。その恩も義理もわきまえぬが、あ、さっき言うた、この同じ清十郎の道行きも、嫁入りの決まってある衆の娘をそそのかすとは道知らず人でなし。いやいや、これは清十郎の話話話じゃ話じゃ話じゃわいの。遠から意見もしたかったれど、今のようなことがあろうかと、それが悲しさ。お染めさんではない、この本のおなつとやら、清十郎をかわいがってくださるは嬉しいようじゃが、恨めしいわいの。知っての通りを見つめと、祝言さすを楽しみに、よくも答えているあの馬鹿なり、今のようなことを聞かしたら、なんと命がござりましょうね。なんと命がござりましょうぞい。いや、もう。若い水の出花にはそこらの義理もへちまがかわっと投げ合って、こなさんと末氏に添い遂げられるにしてからが、とは立てられぬ世情の口やわい。あ、あれあのさますはな、死亡した女房を切ろうて心臓のよい油屋の婿になったわ。異様な下さじゃ、みんな欲じゃ、人の皮来た畜生めと。愛想はもちろん大阪にも呼び刺され、人交わりがなじましょうかい。手を合わして頼ますわい、おがますわい、頼ますわいよ。いや、もう
これほど言っても聞き入れず、親たちが満足に産みつけておかさったその体をまきりさえなき、朝なしを知るのが女子の道か真珠か。私はますもその通りやな。ふみ、真男の悪名を受け、自身の名を汚すが、侍の子か人間か、蛇次第で死やがる。これほど言っても返事のないわ。こりゃ二人ながら不得心じゃな。ええ、もったいない。実の親にも勝ったごろん、おくらぬの味覚をかくる。みんな私の所存から。いえいえ、そなたの殿ではない。親にも身にも変えまいと思い詰めても、世の中の義理にはどうも変えられぬ。私も釣り思い君、おみつと祝言いたしまする。そんなら、そなたも、あの、お前様の互いに目と目に言葉に微塵相違はございませんか。さまつなことはこれ限り、わさ嫁入りすわんの。逃げた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 。いや、もうむくつけな親父めと腹も立てんと、よー承知してくだされた。かたじけない。シャマス、あいもよ特進してくれたな。それでこそ親へ孝行、わぬまも知れぬばさまが命、祝言が済んだと聞かしてやるが大きな善根。善は急げ。だ、今これ祝言さそう。おっちゃん、おっちゃん、お知り合いに会って一晩を出しておっちゃったか。やだ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 。いや、なる、なる、嫁の座になお、嫁の座になおったり。ああ、時に啓示も日の目日のままの祝言に改まった若坊主。どうしたの、取ってやろう。うわっ、なんか言ってや。マジも抜けてほしいけどな、メスパが。以上でも、ちょっと時に壁を見るにほど、どうしたまたおそれ。今日はマジで。これはどうだ、よくしてこさえて。だとさ、もう二人さ、何にも言ってくださんすな。何にも言うて。くださんすな。いや。から何事も残らず聞いておりました。思い切ったと言わしゃんすは、義理に迫った表向き
なあ、てしもおった。神、かたち。いや、見て。ならぬはこの下松、わしから先へ。うん、ぜ
ひいひい言いたくな。ほ、俺からさして死んでやろうか。トトさん、あしましゃんすりゃ、私も生きてはいませんが。二人とも見殺しにする心か。そう、それは。どこに泊まってくださるか。そう。さっき死のうか。そう。さあ、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 さあ。それには及びませぬ。母が確かに受け取りました。バカリに言葉なくさし、うつむけば。思いがけない。どうぞお上がりくださりませ。さようなれば、ごめんなされてくださりませ。どうぞむさびるしとこでございます。お上がりくださりませ。野崎参りしやったと聞いて、あんまり気遣いさや、ひなうさんにひよたろうと後を追ってきて、何事も残らず聞いた。親子の親切、本日女郎の志、最前からあの表で拝んでばっかりおりました。観音様のご辞書で、手が早まつのなかったうれしさ、これからすぐにお礼参り。おに、これは楽しい品なれど、ご病人へ見舞いのしずし、粗末ながら。お写真を見よう。病魔にあらずくだされもの、頂戴いたしめいござりましょう。はい。いや、もう、はい、もっとはっ。あ、そう、まかにかだと以前の金。これはさっきの金。表向き、受け取ったればことは済む。改めて雨乞へ伏せ持つ。せめて娘が明賀じゃわいの。言い訳の立つ家は、久松の元通り戻って、めでとう正月しや。ただ、さえせわしい年の暮れ、長いはご遠慮、もうおいとまいたしましょ。娘をちょっと待ってくださいまし。ちょっと、はい。いや、まあまあ、せめてものお土産みな。最近追っておいたこの花が、めでたい春を待つ竹、目、お家ぶさかい、蓬莱の飾り物、
向こう久松がご奉公大事にかけてこの盆忘れぬ中止ごさえらしい終わりげなこの早咲き例えていわば雨露の恵みを受けぬ室咲きはしぼむも早くかも薄し盛りの春を待てという二人への良い教訓ことにうちにはうちさがないものもあれば何かと遠慮をせねばならぬ幸いわしが乗ってきたかごで久松そなたは包み細めは踏め別れ別れに塗るのが世情のお似合い心の遠慮さえでござりますともこれお心を出すじゃ乗っていにゃさお染めは踏めおいやおいやOh,